はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、権現です。それではドラゴンクエスト3実況の続きをしていこうと思います。前回はですね、サマンオサのねお城に行ってきたんですけれども、なんかね王様の様子がおかしいということですので、まずねその王様の正体を探るためにラーの鏡がね必要だっていうことがまあ分かりましたので、今回はねそのラーの鏡を取ってきたいと思います。それとですねレベルがそれぞれ一つずつぐらいね上がりましたね。あとですねサマンオサで売ってましたあのドラゴンキラーとね三鏡の盾をゴンとノフロンに買ってありますね。三鏡の盾はメモリーにもね装備させてありますね。前回からね変わったのはこんなところですね。じゃあ早速ねサマンオサに飛んじゃいましょう。ここのね南東の祠じゃないや洞窟かなにねあるというお話ですので、早速ねそのダンジョンに向かってみたいんですけれども、魔法ババがね出てきましたね。顔色悪いですね。あれ結構敵に会っちゃいますね。やっぱりドラゴンキラーをね装備して初めての戦闘なんですけれども、まあまあ強いですね。でここのダンジョンはですねアンデッド系のね敵がいっぱい出てくるんで、もしかしたらね前に装備してたゾンビキラーの方がダメージを与えられるんじゃないかななんてね今ふと思いました。素の攻撃力もねゾンビキラーよりは高いんですけれども、ダメージ補正がねどのくらいあるのかっていうのがちょっとわかんないですね。それでですねここのダンジョン実況外でねレベル上げをするためにちょっと使いましたので、だいたいね行く道は分かってるんですけれども、あれ倒せないですね。天水がミスったのか。ちょっと面倒ですね。どうしようかな。こんな感じかな。まずはベホマスライムを倒さないと話にならないですね。あとはキラーマーのみと。よし。この水たまりの左側にね下る階段がありましたね。また同じ組み合わせ。なんか今回攻撃がよくミスりますね。これで2体残っちゃいますもんね。こんな感じかな。キラーアーマーはやっぱり天水じゃ一撃じゃ倒せないですね。お強い。よし。このね通路を入っていくと階段がありますね。また同じ組み合わせですね。で地下1階はねぐるっと回ったんですけれども、特にね宝箱とかもありませんでしたので、地下1階はね最短ルートで行っちゃおうかなと思います。メモリー倒せるかな。お倒しましたね。天水が一撃で。惜しいな。よし。いっぱい出てきますね。骸骨剣士は驚きと戸惑っていると。
ちょっとね、一回戦ってみましょう。うん、やっぱりゾンビキラーの方が、ダメージ補正が入って、ま、もうちょいね、さっきよりダメージが与えられたような覚えがあるんですが、で、ま、いっぱいね、ここは宝箱があるんですよね。力の種。ま、ちょっと回収していきましょうかね。シャドウ。お、ヒャダルコを撃ってきましたね。結構ヒャダルコ痛いですね。ふう。いっぱいあるんですよね、本当に。力の種は、お風呂に使いましょう。いっぱいありますね。キメラの翼はいらないかな。で、こういった感じで宝箱に釣られていくと、まあ行き止まりなんですよね、実は。まあ、こっちはね、ちょっと正解ルートではないんですけれども、まあ、ちょっとね、回収したいなと思いまして、うん。結構敵はやっぱり出ますね。お、ゾンビマスター。ゾンビマスターはMP をね、吸い取っちゃうんですよね。吸い取っちゃうっていうか、マホトラをね、捕らえてきますね。あと、ザオラルとかもね、なんか唱えてきましたね。お、命の木の実。命の木の実はもう使っちゃいましょう。これがね、ちょっと厄介な組み合わせですね。ゾンビマスターを、ゴンとメモリーかな。うん、いいですね。敵がいっぱい出る。こんな感じ、ん？違いますね。こうの方がいいかな。で、骸骨剣士はね、2回攻撃をしてきますね。まあ、最初のターンでルカナンを唱えて、次のターンでね、攻撃してくるっていう感じですね。まあ、ですので、普通にね、戦うよりも余計ダメージ食らっちゃうんですよね。薬草。で、4つね、宝箱がありますね。あ、ミミック。ミミックですか。ミミックは怖いな。来た。あー、死んでしまった。メモリーがね、死んじゃいましたね。ザオラル。その前に天水が倒しちゃうかな？うん、倒しちゃいますね。ふう、ふうじゃないですね。あ、そういえばこの実況を始めて初の死者かもしれないですね。まあ、世界樹の葉をね、持ってるんですけれども、まあ、取りに行くのもね、ちょっと面倒なので、あ、違う違う、ザオラルですね。生き返って、よし。じゃあ、デフォイミでいいかな。これはなんだ？うわ、ミミック。これは全部ミミックなのかな？ちょっと怖いですね。なんか有効な、魔法カンタ。これでどうだ？お、死なない。今、跳ね返したっていうことは、魔法カンタが効いてなかったら死んでたってことですよね。危ないですね、ここは。
またミミックですね。マホカンタがないぞ。あった。うん。お、危ない。本当に危ないですね。メモリーに星降る腕輪を装備させといてよかったですね。あ、ミミック。こっちの4つは全部ミミックでしたね。魔法カンタと。MP8 も消費するんですね。結構でかいな。ふぅ。じゃあ引き返しましょう。ここはちょっと怖いな。これでまあ宝箱はね、こっち側は回収したんですけれども、この下にもね、宝箱がある通路があるんですが、多分ね、ダミーだと思いますので、そっちには行かないことにしましょう。なんかね、落とし穴みたいなところがあるんで、そっからね、行くのが正解だと思います。あとはシャドウだけかな。よし。この下かな？この落とし穴ですね。こっから落下すると、まあ、怒りもね、重要そうな場所に来ますので、まあ、ちょっとね、調べてみましょう。お、ラーの鏡。ありましたね。誰が持ってるんだ？ノフロンか。覗き込んだ。しかし、何も起こらなかった、ということですね。あ、そっか、もう、出ちゃいましょう。で、残りのね、宝箱は、実況外で回収していこうと思います。それで、ルーラで、サマンオサに戻りまして、で、ちょっとね、消耗しちゃったので、宿屋に一回泊まりましょう。で、夜のサマンオサにね、忍び込みたいと思います。誰が持ってるんだ？あった。そう、実況外でね、さっきの洞窟で、ゾンビバスターをね、倒してたんですけれども、世界樹の葉をね、宝箱で落としましたので、今世界樹の葉が2つありますね。まあ、バシルーラーを使ってね、持ってる仲間を問わして、4枚ね、世界樹の葉を取るっていう、まあ、裏技もあるんですけれども、まあ、使わないでね、いいでしょう。それで、勝手口からね、忍び込みましょう。こっちですね。よし。忍び込みました。それで、王様が寝ている2階ですね。まあ、こんなね、ゾロゾロと歩いてちゃ、まあ、怪しいんですけれどもね。この階段から上に上がっていきまして、で、飛び降りまして、こいつですね。こののんきにね、寝てる王様が、まあ、実はね、あいつだったと。いうことですね。ラーの鏡。使う。ノフロンはラーの鏡を覗き込んだ。なんと鏡には眠っている化け物の姿が映し出されているかな。すいません。ちょっと水飲みます。ごめんなさい。ああ、失礼しました。見たなーと。まあ、
さんまさんのギャグですね。けけけけけ、生きて返すわけにはいかぬぞえーと。ボストロール、まあ気持ち悪い顔してますね。まあよく見るとね可愛いんですけれども、どっちなんだ。気持ち悪い顔なんだけれどもこう体型は可愛いというね敵ですね。スクルト、スクルトは魔法使いの呪文かな。まあ、とりあえず防御力を上げといて、まあ、こいつはね物理しか使ってこないので、まあぶん殴ってくるだけですからね。もう一回ぐらいスクルトをかけときましょうか。うん、これでまあ大丈夫でしょう。まあ、やったらね体力は高いんですけれども、結構あっさりでしたね。偽の王様はいなくなった。すぐさま本物の王様が牢屋から助け出され、そして夜が明けた。ん？あ、宝箱ありますね。お、変化の杖をね、ようやく手に入れることができました。王様に会いたいんですが、こっちからはいけないんですね。ちょっと面倒ですね。一回出るしかないのかな。こっから入れますかね。やや、あなた様は、さあお入りください。ありがとう。まあ、前回とね、全然態度が違いますね。で、まあ、ちょっとね、お城の人の話も聞いてまいりましょう。まあ、あなた様は、私は牢屋に閉じ込められていた踊り子です。ほう。ありがとうございました。いえいえ。この兵士は？世の中、いろんなことがあるものよ、と。なんか、達観してますね。ここがね、牢屋ですね。おかげで、牢屋にいた者たちも出してもらいました。ありがとうございました。と。もぬけの殻ですね。この人だけ気の毒ですね。死んでますもんね。周りは、特に何もないのかな？まあ、ちょっとね、残念な人でしたね、この人は。それで、これがお姫様かな？優しいお父様が戻ってきたんです。まるで夢のようですわ、と。うん、夢ではないですね。あとは？あとは普通に王様に話しかけちゃいましょうかね。こっち側は特にね、何もないと思いますので。で、衛兵ですね。その説はご無礼しました。許してください。うん。まあ、許しましょう。まあ、この兵士もね、化け物に、まあ、騙されていたという感じですもんね。再びここに座れるとは思わなかった。礼を言うぞ、ゴン。ゴンが、あ、これはいいのか。これはちょっと飛ばしまして、セーブはまだしないです。旅立ちます。そなたらはわしの命の恩人じゃ、気をつけて行くのだぞ、と。ありがとうございます。ま、無事にね、変化の杖も、ま、手に入れることができましたので、あ、あとはね、サマオサの、城下町とかもね、ちょっと、行ってみましょうか。ご用聞きのものか？はい。では、入るはよい。相変わらずですね。セリフは買わないかな？ん？もうコウモリやヤモリを料理しなくてもいいんです。嬉しくて。あ、なるほど。ボストロールはコウモリとかヤモリを食べるみたいですね。
城下町の人もね、多分話が変わってると思いますので、ちょっとね、聞いてまいりましょう。サイモンの息子は、話が変わらないと。お、おじいちゃん。王様は夜になると、これはもう、読みましたね。あれ？変わんないですね、セリフ。あ、これでこの国も、これでこの国にも平和な日々が帰ってきますわ、ということですね。ありがとうございました。いえいえ。こっちのおじいちゃんは？本物の王様が戻られたそうじゃ、長生きはするもんじゃのうと。まあ、前回はね、長生きなんかするんじゃなかったなんて言ってましたけれども。うん。まあ、よかったですね。武器屋は特に、もうね、装備を買ったので、用事はないですね。で、ここは何でしたっけ？あ、格闘場ですね。それで、あ、亡くなった旦那さんをこう、お墓参りしてるね、奥さんがいますけれども、ありがとうございました。夫も成仏できることでしょう。まあちょっとね、手遅れでしたけれども、うん、まあ成仏してくださいと言うしかないですね。どうだ？俺の予想は当たったろう。はい。やっぱりな。あんたはそう言うと思ったよ、と。予想って何でしたっけ？忘れちゃいましたね。こんな感じかな？あ、少年がいましたね。ねえ、もう父ちゃんは帰ってこないの？と。まあ残念ながらね。お父ちゃんはもう帰ってこないですね。すまん。じゃあサマーオサはね、こんな感じですね。まあせっかくなんでちょっと変化の杖でも使ってみましょうか。ん？銀融詩人ですね。ん？これは、ジパングにいた人かな？あ、違う。変化の杖。変化の杖を使う。なかなか怪物になれないな。あ、なれましたね。スライム。ひゃー、出たースライム可愛いですね。ちっちゃいですね、なんかスライム。あ、もう元に戻っちゃいましたね。それではですね、この変化の杖を持って、グリーンラットのね、おじいちゃんに渡しに行きましょう。それで、船乗りの骨をね、まあ、手に入れたいんですけれども、グリーンラットは、スーから行って、北に向かえばいいのかな。あ、後でね、はがきの町に寄ってみましょう。ちょっと展開がね、変わってるかもしれないですね。まあ、はがきというのは、商人の名前なんですけれども、ここですね。あ、先に寄っちゃいましょうか。変わってますかね。あ、なんか、町らしくなってますね。前回寄った時はね、はがきがしょぼい道具屋しか、できてなかったんですよね、確かね。こんなところに町ができていたなんて、うん。この人は？いや、ゴンさん、私ですよ、はがきです。あ、はがきですね。お久しぶりです。今度はここに劇場を作るんです。お、なかなか張り切ってますね。劇場か。うん。特に何もないですね。これが言い出しっぺのおじいちゃんかな。おかげで街がどんどん大きくなっていきますじゃあ。
うん、いいことですね。発展するというのはまあいいことですね。ここはきっと大きな町になるわと。ここは宿屋かな？あ、道具屋。特にね、買うものはないですね。はがきが最初に建てたんですけどね、道具屋。誰かに譲ったんでしょうか。こっちが宿屋さん？ 8 ゴールド。まあ安いですけれども、まあ泊まらないでも大丈夫でしょう。あ、トヘロスの効力がなくなったと。まあ、変化の杖でね、もうちょっと遊びたかったんですけれども、まあ、別にやんなくてもいいですね。まあ、一瞬ね、スライムにも慣れたんで、まあ、これで手放しちゃいましょうか。で、こっちの北側にね、住んでるね、魔法使いのところに行きましょう。何にもないですね。ちょっと東にもあるのかな。どこだ？あ、ありましたね。こんなところにね、一人で住んでるんですからね。まあすごいですね。おお、それは変化の杖、わしも欲しかったのじゃ。物は相談じゃが、この船乗りの骨と杖を取り替えこせぬか。いえ、やっぱりダメか。そうじゃろうの。かわいそうに。長年欲しがってたって言ってましたからね。まあ私もね、船乗りの骨が必要なので、まあ取り替えっこしましょう。はい。なんとまことか、何でも言ってみるものじゃの。いやー、ありがたい。わはは。うん、これで交換したのかな。ちょっとね、使ってみましょう。ノフロンは船乗りの骨を糸で吊るして持った。船乗りの骨はぐるぐると回り出し、南に83、東に126の方向を指しました。あ、座標がちゃんと出るんですね。ちょっとね、この辺は覚えてなかったですね。なんか方角がね、出たような覚えはあったんですけれども、まあ、ちゃんと座標が出るということは、まあ、うん。結構ね、簡単に幽霊船も見つかるんじゃないかななんて思いますね。ということでね、また例によってダーマで終了しましょう。まあ一応ね、宿屋に泊まりましょうか。あんまり消耗はしてないのかな？結構してますね。ふう。またね、例によってセーブをして終了しましょう。レベルアップまではあと46,000。うん、約40,000。31,000。37,000。遠いですね。ということでね、今回はこの辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。